皆さんこんにちは。今日はグループステージの開幕戦をお送りします。両チームともこの大会でどのような活躍を見せるのか非常に楽しみですね。熱戦が期待されます。皆さんこんにちは。今日はウェファーチャンピオンズリーググループステージ第1節をお送りします。この試合実況は西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしました。福西さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。レベルが高い大会ですから1点の差がこのステージ突破の分かれ目となることもあります。まずはこの初戦でしっかり勝ち点を確保することからですね。この試合はヨーロッパの最強クラブを決めるウェファーチャンピオンズリーグのグループステージ第1節、現在は前半です。応援する方はそんなに変わりませんが、プレーする選手にとっては国内リーグとは戦い方が違うようですね。独特な大会です。ピッチの場所を問わずプレスをかけてボールの動きをコントロールし、相手に狙ったパスを出させないチームですね。今日のラインナップからしてもいつも通りの戦術を期待できますか？その可能性は高いですね。プレッシャーをかけて相手の自由を奪うことはミスにもつながりますからね。今日も緊張感の高い試合を見せてくれるでしょう。こちらがアウェーチームの先発メンバーです。攻撃的な 3-4-3 です。守備のリスクは大きくなりますが、パスを回しやすいシステムです。さあキックオフです。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第1節が始まりました。初戦ですからまずはここをどう戦うかですね。なんとかわしました。勝ち越し来るか。ディフェンスが冷静に対応。絶妙なパス。ノッツだ。ガクト続い狙った。ボレーシュートを狙いましたが枠を大きく外れました。いいタイミングに見えましたが、ゴールへ飛ばさないと意味がありません。ここはドリブルに入ります。入るか。前が空いている。ここで折り返したい。ゴールキーパーが果敢に飛び出しました。しっかりキープしています。長澤俊、パスをじっくり回してディフェンスのほころびを作り出そうとしています。これはディフェンダーを越えません。キーパー止めましたがまだインプレー。レフェリーはコーナーキックの判定。コーナーからだ。ここは枠を捉えきれません。デニス・グルシャトフ、打ってきましたが大きく外れてしまっています。
ここは抜いてくるのか。キーパーがボールをキャッチしました。ここは縦を突くでしょうか。中央にクロスが上がった。キーパーに近すぎました。デニス・グルシャコフ、これはあるぞ。ここでループシュート、ギリギリで対応。ボールはバーを越えた。ボールを入れた。長澤俊、先制点が決まりました。不思議はないですね。ずっとボールを支配してより多くのチャンスを作っていました。ゴールを決めましたね。質の高いパスワークでした。見事な得点でした。この右サイドからのボールは武器になりますね。スペースへのボール、クロスは相手に渡りました。見事な視野です。スペースを狙う。シュートは入るか。止めた。1対1のピンチでしたが、これを見事にストップ。これは助かりましたね。いいパスとは言えません。簡単にボールを失いました。ここで渡すわけにはいきません。深くえぐってからのクロス、このシュートを弾いた。コーナーからゲームは再開です。中に入れた。このシュートは外れます。パスをこの位置で防ぎます。野津田岳人、サイドのスペースが広く空いています。クロスを上げたい。守備への切り替えが早い。ここで止めます。前半が終了しました。ウェファーチャンピオンズリーググループステージ第1節、後半開始のホイッスルが吹かれました。初戦で勝ち点を上げるためにも、この先の45分が大事です。ここから先の出しどころに苦労している様子です。中へ切り込む。エリア内、体を投げ出した。サポーターの中には文句を言っている人もいるようですね。選手が倒されたシーンの判定に納得していないんでしょう。最高のボールが出た。ひとまず危険なエリアからクリア。得点につながってもおかしくなかったですね。ボールが足につきません。ルーズボールだ。さあ選手交代です。逆転への起爆剤となりますでしょうか。この選手ですが、前半のパフォーマンスを見る限り後半にも期待できそうですね。ゲームをリードするゴールを決め、前半の主導権を取りました。後半も1点取れればかなり楽になりますよ。
ゴールキックになります。ここで笛、プレーを止めます。イエローカードです。さっきのプレーに対してでしょう。選手も自覚していたはずです。サイドにスペースが空いています。ここからどうする。EA スポーツがお送りするプレミアリーグ、ベガルタ仙台の次節はニューカッスルユナイテッドです。どちらも相手にとって不足はないですね。見逃せないゲームになるでしょう。ゴールは見えるか。長澤俊ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。これで今日2ゴール。最初のゴールが自信になったのでしょうか。動きがいいですね。スポーツ系のウェブサイトでニュースが流れています。チェルシーが新しい選手を獲得すると噂になっています。いいパスだ。チャンスと思った瞬間のオフサイド。これは惜しい。素晴らしいスキルで抜いてきます。ナイスシュート。ゴール決まった。このプレーも見事ですが、パスも良かったですね。素晴らしい連携です。キーパーは触ってますね。もう少しでファインセーブでした。この展開は予想できませんでした。ちょっと強すぎたか。悔しそうですね。そうですね。ちょっと辛そうですね。足元でしっかりコントロールしています。ここは簡単にボールを渡してしまった。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。さあどう来るのか。シュートは枠を外れます。イメージとは大きくずれてしまいましたか。サブの選手がピッチに向かいます。試合は現在3対0。残り時間もわずかとなり、そろそろチームの次の試合が気になりますね。ここはよくスペースが見えていました。スペースを狙う。シュートを打った。綺麗に決めました。このゴールで勝利はほぼ終に収めたでしょうか。いや、思わぬ大差になりましたね。プレーにも余裕がうかがえます。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。サイドにスペースが空いています。
このシュートはどうだ。ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠き、素晴らしいスルーパス、絶妙なパス、スルーパスが味方に通る。ゴールキーパーがうまく前に出ました。カットしました。走り込んだ味方にスルーパス。ここでシュート、打ってきましたが大きく外れてしまっています。ここで試合終了の笛です。チームはグループステージ第1戦も勝利で終えました。これはいい流れで次の試合に臨めますね。この勝利には勝ち点3以上の価値があると思います。この試合では鮮やかなパフォーマンスを見せました。ゴールを決めたシーンはどちらも見事でした。プレーでチームを活気づけたこと